延長園の一延長園の一延長園は、鳥取県由利浜町の東郷温泉にあるテーマパーク。中国の高園林をテーマとするもので、日本最大の中国庭園である。この施設の一部で運営されている道の駅つばめ長園についても、本校で述べる。友好州である、鳥取県と中国河北省の友好のシンボルとして、1995年に、 鳥取県が25億円をかけて建設した。庭園名は、河北省にあった古代の国、縁都町にちなむ。山陰八景の一つ、東郷池の南に立地し、東郷池を借景として取り込んだ、総面積1万平方メートルの高化園林方式の中国庭園である。園内の建物は、中国、河北省の技師が設計したものである。河北省の職人が、 中国の資材を用いて仮組みした建物を一旦解体して日本に運び入れ、河北省の技師の監督のもとで組み立てた。しかし輸入した中国製の素焼き瓦は焼きが甘く冬場に凍って膨張するなどして破損が相次ぎ全施設にわたって幾度となく回収を余儀なくされた。2001年度から数億円をかけ、 門や回廊など主要な建物の屋根を国産瓦で吹き替え、2006年度からは売店やあずま屋など補助建屋の屋根にも着手して約8300万円を投入、さらに2010年にはトイレの屋根修理に5700万円以上がかかることが論議となり常識外れ無駄遣いと批判された。2011年4月23日に飲食店。 売店周辺区域が道の駅つばめ町園として共用を開始した。園町園の西に配された無料公開ゾーンでグランドオープンは1998年。道の駅つばめ町園は鳥取県東白郡百合浜町にある鳥取県道22号倉吉青屋線の道の駅である。園町園の屋根吹き替え工事の発注県民の声から担当所属別。 一新的つばめ町園つばめ町園改修工事が終了百合浜町ホームページ読売新聞2010年12月15日トイレの屋根吹き替え費用締めて5748万円なり道の駅つばめ町園の登録道の駅つばめ町園に関するカテゴリーありがとうございます